銀玉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 に起きては破るためにこそあるわ2017年と2018年に公開された空知秀明の漫画銀玉を原作とした実写映画版なお香港では実写映画版公開に合わせて制作されたオリジナルドラマについても記載する2017年7月14日に実写映画版銀玉が公開された ストーリーは、カブト狩りと、紅い桜編がベースとなる。2018年8月17日に、銀玉に起きては破るためにこそあるのタイトルで、第2弾が公開された。ストーリーは、将軍接待編、将軍散髪編、新戦組動乱兵をベースとしている。CS 放送映画、チャンネルネコで2019年12月7日20時50分23時10分に、 tv 初放送された。また、アニメ劇場映画版、銀魂ザファイナルの公開を記念して2021年1月16日の11時55分から14時25分に、テレビ東京で、地上波初放送され、実写映画版の最後には2020年に亡くなった、伊藤かも郎役の三浦春馬への追悼テロップが、流された。実写映画版、第1弾公開に合わせ、原作の、 三つ葉編を元にしたオリジナルドラマ銀玉三つ葉編大が DTV で2017年7月15日から配信された。なお、オリジナルドラマ版といってもオリジナルの話を書くのではなく原作のエピソードを実写映画版とは別にドラマ版にしたものである。銀玉に起きては破るためにこそある公開記念として テレビ東京で2018年8月26日午前3時15分から4時15分に地上派発放送された。荒じ新選組の近藤、肘方、沖田の3人と田舎の道場にいた頃からの馴染みだった沖田の姉、三葉が貿易省のクラバ当たり馬との結婚を報告するために新選組闘賞を訪れる。休暇を与えられた沖田は姉と二人きりの時間を過ごす。 いつもハドエスなキャラの沖田だが、姉の前では無邪気な少年のようだった。弟に友人がいないことを心配する姉を安心させるため、とっさにその場を通りかかった銀時をアローことか大親友だと紹介する。一方、三葉が昔思いを寄せていた男、肘方は山崎と一緒に武器の闇取引に関わる男を調査していた。 その事件と三つ葉には意外なつながりがあることが判明する。キャストスタッフ配信リスト2018年8月18日から実写映画版第2大公開に合わせ、銀魂によにも奇妙な銀魂ちゃんマイナスのタイトルでオリジナルドラマ版第2弾が配信された。全3話で眠れないある編、かた禁煙編、いくつになっても敗者はイヤ編の3つのエピソードが描かれる。 CS 放送映画、チャンネル猫で2019年12月7日23時10分0時25分に TV 初放送された。あらすじキャストスタッフ配信リスト銀玉に関するカテゴリー、銀玉に起きては破るためにこそあるに関するカテゴリー、銀玉三つ葉変体に関するカテゴリー。ありがとうございます。